やっていきましょうか、ニコ。戻ったよ。Part 12。いや、ブルーホース、お帰りなさい。さあ、やっていきましょうか。今日、実はですね、これを収録している日がですね、施されたら施し返す恩返しだよの、まあ、第4話をですね、見たその日なんでございますかね。多分これをあげる日が、その次の日になると思うんですよ。というのも、いろいろ撮ってる動画ストックが、ついに切れちゃってですね。はい、ということなので、これをね、あのドラマを見た直後に撮っているということで、もうアドレナリン出まくりなんですが、ここで一旦冷静になって、ここの謎解きからやっていきましょう。前回。
だった。じゃあこうしてこうしてこうして2つ正解ってことは、緑は合ってるけどこいつが違う可能性があるから、黄色じゃなくて緑のままで残しといて、ちょっとこう、あ、無理か、違う、あれ赤どこあった？1つ正解。あれってことはこいつらが緑だった。で、赤じゃない黄色青3つで、これを1個、赤にして4つってことは、ほい、違う、危ない、5つ正解。結局ね、メモ取ったとこで意味ないんすよ、皆さん。わかり？アクセス成功っすよ。いけたわ。でもね、あのね、頭の中で考えるというよりもね、勘ってやつ。ビセット、ビセットしないで、絶対しないで。お邪魔します。新天地に行って、そこも怪しいやつがいるのね。うわぁ、もう皆さんなら分かりました？こうね、あれだよ、これだよって、私のことをめちゃくちゃ叩かないでも泣いちゃう、ほんとに。じゃあ、とりあえず、なんか慌ててるから、とりあえず話しかけてみよう。僕のロボットが何が起きたのわからないんで、少し目を離した隙に近づか、さっきのやつやないか、さっきのやつ、来い。一体どうすれば、まあ好きにしてくれれば、とかなんか同じような作りがまた、うわ、研究者めっちゃおる、また独特な癖のやつがおる、また、作者ならこの状況、だからシルバーマン博士出てきすぎだっちゅうの、いつもの彼の研究を参考にしていると、作者ってやつが気になるんですね。で、目を開けてるのがやっとだ。シルバーポイント博士はなぜあれほどの体力があるだろう。まあ、ターミネーターを解けるくらいですからね。あれ一人としてあまり睡眠が取れてない。先週、四角形粒子にロボットをなんてか破壊されてしまって、ほう、寝ちゃった。寝たんかい。貴様が寝たんかい。とりあえずハイド行く。うわ、めっちゃおる。はい、たった今、不毛の地の技術者から、崖エリアで粒子をまた目撃したとのも、報告がありました。まあ、この段階でいつも通りのことなんで、いいの、それは。
町のセクター8はさらに崩壊を検出、依然の発見として一致して、まあ、発見と一致も良くない情報です、うん、はい、で監視中、うわやらしいやつやん。で、強豪にて四角形粒子によりロボット2体が破壊、ひとまず水の分析は延期した方がいいかもしれません。背中越しに喋られてる。で、もう一個こっち行って、はいはいはい、ロボットの故障発生元素が恐ろしい速さで増加している。四角形粒子、放物量、元に戻る生身の人間があれに触れてはいけない。二つ願望があるなら構わないよね。だが、運が良ければ四角形は勝手にいなくなることもある。大抵はロボットの腕や足を奪った後だがな。ああ、あとトークンが。そう、驚きすぎやろ。で、ずっと待って、回転が止まりませーん。ロボットに肩もみをさせられてるのかな。ああ、ムカツジが懐かしい。ロボット修理ロボが故障してしまう前の昔が、これから人間ロボットを組み立てて、でも君はロボットじゃない。いや、だって僕はロボットのように話してるかい。そうでもないね。でもその後もってテレビだよね。それがどうしちゃってるよ。うん、なんでもない。本当はもうちょっとこう、心に余裕があれば、半沢直樹のネタをどんどん豊富に使っていきたいというふうに思ってたんですけどね。全然その余裕もなくなっちゃったよね。こんばんは。だだつってれてて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 て。セキュリティ対策してるごめんなさい。大丈夫、ブルーホースが手伝ってくれたから。そうなのね。それで何か聞きたいことある？うん、図書カードってどうやったらもらえる？図書館カード、図書カードは本屋で使うやつだったな。しまった。図書カード、それは図書館で聞いた方がいいかも。もう聞いた。図書館長と会うのに必要なんだ。でも図書館カードは図書館長からしかもらえないんだって。そうなの？はは、ジョージらしいわ。お猿のジョージ。残念、タイミングが悪かったみたいね。うん。あ、わかった。私の図書館カードあげる。再発行してもらうのは簡単だわ。ありがとう。はい、どうぞ。これ大丈夫だと思う。あ、ダメかも。忘れてた。受付の図書館の顔認識だと。カードに載っている私の顔写真だとあなたと一致しないわ。あなたの顔に私の顔写真くっつけたけど、冗談よ。でもどうかしら、運が良ければロボットが間違えて認識してくれる。最悪の場合、写真が撮れる場所を探せばいいだけだし。ってことは、これは何？棚から何か飛び出る。ラメが入った海苔のチューブだ。欲しいならあげるわ。いつ何をキラキラするだけなのかわからない。え、いいの？たくさん持ってるか。あれ、なんかカメラ持ってる人いなかったっけ？ねえ、世界中歩き回ってるの。うん。ああ、想像つかない。それが懐かしくない。ほとんど見たことないの。そうなの。いくらと思うな。私は世界トップクラスの研究者だけど、することといえば、ロータロールの連日。いや。2029年ロボットを作れば、君は1984年にロボットを送ることができるんだ。そっか、どこに行ってもロボットがいた。外を出歩くのはすごく危険だから、当たらずとも遠からずね。でも未だに自分の足で研究しに行っている人を知っているわよ。そうなの？第一の断片が崩壊し始めて、壁地まで赴くのが困難になってからもずっと、その人は空を飛べる機械を作ったデロリアン。毒。ダー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 。一緒に働かないって誘ったのよ。彼は時々いろんな助言をしてくれるの。でも何か理由があったのに、どうしてもロボットだけは作りたくないって、いや、厳密に言うとロボットのプログラミングしたくなかったみたい。どうして？さっぱりよ。だってロボットとの作業は喜んでするのに。しかも彼は、あ、最後に話したのは随分前のことね。今頃本の執筆で予想が、作者かーい。あまりも知らずに。ねえ、ブルホース、あのお姉さんどっかで見なかった？琥珀をくれたロボットのお姉さんと何か関係あるのかな？聞いてみたいんだけど、いいかな？わかりました。指示に従います。俺も写真向け。え？聞かないの？聞かないんだね。ってことは、あ、なるほど。あ、わかった。こうだ。違う、組み合わせになっちゃう。組み合わせたらべっちょべちょになるだけじゃないか。で、こうしてこう。あら？それって。タタ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 タ。すいません、オリジナルです。よく見たらお姉さんとそっくりだね。そういうことね。とんでもない飛躍的に進歩になるはずだったのよ。私自身をベースにして、そうすれば絶対うまくいくって思ったのに。飛躍的進歩。人間のように行動し、人間のように考える。縛られないロボット。あ、でも結果的にそんなものを実現させることはできなかった。プログラムの中で矛盾がたくさん発生して、あの子は不安定になった。ロボットが暴走するのを見たのはその時が最初で最後。生きてきて最も恐ろしい日だったわ。話した時はすごく優しそうだったよ。ちょっと変な話。
私が思い描いていた通りのロボットになった。でもダメージがひどくてもう手遅れだった。そして私はあの子を見捨てたの。みんながそうした。首に力を入れすぎてですね、血管が浮いてるのか知らないですけど、首がつってます今。でこのまま行くと多分図書館のカードからは弾き出されると思うんですよ。ということは誰かに写真を撮ってもらって、でその写真を現像して、でペタッと貼ってから図書館カードを使って中に入っていく、まあ、こんな段取りなんじゃないかなというふうに思うんですよね。はい、これはあれだね、なんかあれだね、あの怖いところ行くやつだったよね。ということなので、その写真を一体どこで撮ってくれるかなんですけど、そうだ、前半がグダグダすぎたけど、後半いい感じね。なら、いい知らせと悪い知らせがある。いい知らせは撮影センターが俺のすぐ後ろにあること。悪い知らせっていうのはちゃんと動かないこと。察しがいいな。不毛の地で作業が終わった後に、ここは閉鎖したのさ。技術さん、みんな仕事をなくして、その後、行商人に。見たブルーフォースでその人たちから修理方法消えるかも。そうか、身分証明書の有効期限が切れてる者たちも助かることだろう。俺のような。な。とりあえず、これをし、なるほど、これを修理するためにまた誰かを呼んでこなくちゃいけないということなんですね。で、その修理を誰に頼むかっていうところで、話を進めていきたいところではある。揺れてるかも。なんかできないのかな。なんかできそうなのはないよね。羽でも燃やしてみます。まあね。まあ、ということで、すいません、録画時間自体がちょっともう30分近くまで行ってしまっておりますので、一旦ですね、ここで、切っていきたいというふうに思います。で、ちょっとまだ調べきれてないところもあったりしますんで、こっちの方とか調べてなかったはずですよね。うん、ということなので、まあ、ちょっと新しいところも調べに行こうというふうに思いますので、と思ったら、これあれじゃん、エレベーターだから登っていけるところだった。ピープーピープー。ピンプーのこの反対、なんか怪しいやついる。はぁ、大丈夫？おぉ、救世主なのか？これはケジかもしれないね。教えてくれないか？君は太陽で世界が救えると思えるか？お前に、いい。そう、正直わからないや。いろいろ話でぐちゃぐちゃになって、そうだろうね。だが君自身はどう思う？ミーはブルーホースの言うことが響きだと思う。だってブルーホースの中に国語に来られたんだもん。ではその信念を君の答えとして受け取っておこう。どういう意味？君次第どのような意味でもな。なんか、ということで、本日はここまでとさせていただきたいというふうに思います。だから写真を撮るために、その機械を直してくれるやつに会わなくちゃいけないということですね。了解。かしこまりました。ということで、次回またお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。